いろいろとプレゼントもここから渡していきますか。なわけねえだろ。ちょっと考え事ですか。いや、いっぱいここに集まってますね、みんな。何してるんでしょう。いっぱいではないか。ヘルシー深く働く変わったこと言ってますね。まあ今日は土曜じゃない、祝日ですから、特にみんな何か得してるっていうわけじゃなさそうですね。畑の調子はどうかな。畑はやることがいっぱい大変だけど、農具を使うのが楽になるから。ファイトダイエット、まあ楽になることは嬉しいことですね。で、ここにお姉さんがいるのか。お姉さんは言いましたね。ここ、おはよう、晴れてる。どんな夢見ました。夢の中でも寝てる夢は面白いこともあるわけですね。じゃあ、まあ、まだまだか。お、なんだ、イベントがあるのかな。びっくりマークがついてるってこと。あ、そうか、ここですね。診療所に行ってプレゼント渡したらいいかな。あ、二人とも2階にいる。お金入った音がしましたね。ここはいい、カルテでも整理しようかなと。おっと、うわ、すまない、作りかけの薬をこぼれてしまってねちょっと何の薬ですか。毒などの成分を薄めた薬、ほらいやー、すぐ麻痺になる薬もあれば、すぐに治る薬もすぐにね出てくるなんて驚きですね。リミット捕ま、あ、よく悪かったねできれば誰にも使わない方がいいですよって。あ、封印抵抗のスキルが上がった。そういうこともあるわけ。勉強中じゃないの。晴れてる日は外で遊べるから好きだな。うん、なんでいつも俺のとこに来るんだよ。ジュリアンと仲良くなりたいからだよって。さ、じゃあ二人目プレゼント渡していきましょうか。で、お母さんにもこれ。珍しい薬など持ってないか。お、なんでしょう。あ、そういう言っただけ。で、信頼度は、お、プリシアがいつの間にか3に上がってますね。なんでだろう。あとは、ミサギさんにもプレゼントを出して。みんなにね、プレゼントを渡していかないと。お、そういえばびっくりマークなんでしょうね、これ。イベントかな？ストーリーイベントという感じでしょうか。ああ、そっちに入ったらイベントだね。ちょっと先にセーブしていきましょう。セーブして。ここにセーブしておこうか。じゃあ何があるんでしょう。ちょっと会いに行きましょう。びっくりマークのとこに。なんか、クエスト頼まれるのかな？おー、この人が、ね、お前も随分大きくなったものだ。リヴァイさん何歳でしょう？そんなことは。こんなにすくすく育って。いや、まあ、ユキさんは納得ですけど、名目ないです。道具さん照れてますね。いつまでも私の中では小さなままよ。ほう、あれ、ユキさんと道具さん、ちょうど良いところに来た。何でしょう、何があるんですか。なんだか珍しい組み合わせですね。お、何でしょう。どうしたんですか道具さん、何か元気がないようですけど。ちゃんと健康に気をつけなさいって昔から言ってるでしょって。
お前はいつまでも子供だな。子供？そのもう子供じゃない何歳でしょうね、ドクさん。そうか、なんだか口数も少ないから心配なんだ。ドクさん？大丈夫です。よかったんでしょうか。それにしても、所長とユチさんは昔からドクさんのお知り合いだったんですか？そうね。まあユチさんはね、知ってるでしょう。あの頃は本当によく話をしてやったものだな。はい。なんだか今日のドグさん一段と歯切れが悪いな。このままじゃ弟子を取るまでに、それが今弟子を取るまでになるなんてなと。なるほど。泣いてたあの頃からは考えられないよね。ドグさんがそんな頃あったんですね。あるある、いっぱいあるぞ。なんでしょう。鉱石を探しに行って帰ってこなかったとかな。まあ普通にありそうな話ですね。大変じゃないですかそれ。あったなね、そんなことも。あの時はみんなで頑張って探したのよ。その説はお世話になりました。また迷子になるんじゃないぞ。さすがにもう迷子にはならないと思うので、それじゃあ俺はそろそろ。所長はいるかい？シモーナさん。なんだ、シモーナじゃないか。どうしたんだ？どうしたって、所長がこれを持ってきてくれって頼んじゃうんじゃないですか。診断所？なんだろう。あ、そうだった。持ってきてくれと頼んでいたの。なんでしょう。もう忘れないでください。あら、ドグさん。どうも。ちょうど今、こやつの昔話をしていたんだ。ほう。それ面白そうですね。面白いといえば、前にこんな話が。雲仙、俺は今のうちに退散するじゃあな。あ、はい。そんなに急いでどこに行くのかしら、こけちゃうわよ。こけるのか。主役がいなくなったら話にならない。ドグさん、ほら、諦めてこっちに座ってって。いや、俺はまだ仕事が。なんだ、そんなに私たちと話をするのが嫌なのか。決してそういうわけじゃ。だったらもう少ししていって。わかりました。ドグさんがなんだかかわいそうになってきたな。なんだ、びっくりマークはもしかしてイベント、こういう親睦イベントのやつなのかな。家事を始まれって言った時も大変だったな。お金の勘定をちゃんとしないからすぐに お店が傾いちゃったのね。お、安くていいものをお客さんに届きたいっていう気持ちはとても素敵ではあるけど、経営者としては失格だったな。なるほど。うぐ、ドクさんの回路がそろそろやばい。すぐにみんなが協力して潰れずに済んだから結果として良かったかな。楽しかったわね、あの頃は。ドグさんの顔を見るに本当に大変だったんだろうな。ドグさんは二人にとっていつまでも子供のようなものかもしれませんね。ぐっすったりしてますけど大丈夫ですか、ドグさん。ああ。それでは私はとっておきのネタをまだ続くですか。そう、どんな話なんだ。待ってください。これ以上つきたらドグさんが倒れちゃいますよ。何を言ってるんだ。うんぜん、私は医者。ドグさんに何かあったらすぐに私が見よう。確かにそれは可能かもしれませんが。そうだ、パンを持ってきたんだ。向こうで食べながら話の続きをしましょう。おお、それはいいな。いやー、これは延々と続くイベントでしょうか。みんな行きましたし、僕は行こうかな。そうか。大丈夫ですか？なんなら火事場まで送っていきましょうか？いや、気にしなくていい。一人で帰れ。そんなイベントがあるんですね。じゃあそんな感じでしたけど、とりあえず。
どんどん依頼をこなしていきましょうかね、今日も。びっくりマークのところはイベントですか。とりあえずこれにさっと飛んで。最後まで動画を見てくれてありがとうございます。このチャンネルではゲーム実況動画をまったり配信していきますので、次の動画も楽しみにしていてください。よろしければチャンネル登録、高評価も押していただけると動画作りの励みになりますので、よろしくお願いします。ではそれでは。